Dancing with you under cotton candy skies. Got me feeling like I'm on a sugar high. 皆さんこんにちは、クロードです。はい、今日は一人での動画になるんですけど、今日は僕の休みの日の過ごし方 Vlog ということで、僕が休みの日何をしているのかっていうのを Vlog していきたいと思います。で、実は朝からもうパーソナルトレーニングを1時間みっちりやってきてて、まあジムの中はねちょっとね撮影 NG だったので撮れなかったんですけど、もうがっつりトレーニングしてから、いろいろこれから回りたいと思ってて、今回の動画ではちょっとバイクの紹介だったり、私服の紹介とかも合わせていけたらなと思ってます。で、早速ちょっとねお腹が空いたので昼ご飯を食べに、カフェに行きたいと思います。今はおもつ安藤にあるモントークというカフェに来ました。で、今日はめちゃめちゃ花粉がすごくて、もう鼻かみすぎて若干鼻も赤くて、なのでテンションが軽く低めではあります。いただきます。ジム後は結構がっつり食べます。お肉メインで食べますけど、結構今日はパスタいただきます。うん、おいしい。で、今日の休日のプランはまずジム行ってきて、今ランチしてて、でこの後美容院行くのは決まってて、で、その間か、その後に、2つぐらいお店に行きたくて、その様子を、お届けします。美味しい、これ。ごちそうさまでした。ランチが終わったので、今から表参道にあるウカというお店に行って、まあね、お世話になってる先輩への、誕生日プレゼントと自分へのついでになんか買っていきたいと思います。はい、ということでウカで、剣山ブラシと頭皮のクレンジングシャンプーを、ギフト用で買って、自分へは、ヘアオイルを買いました。皆さんもぜひ行ってみてください。はい、じゃあ、美容室に行きます。まさかのローズいた。はい、という感じで、美容室から帰ってきました。今回はパーマがまだ残ってたので、パーマかけずに
トリートメントしてもらって、で軽くちょっと毛量多かったんですいてもらって、だいぶすっきりしましたね。今自粛中なんで特に外でやれることとかもないから、割と早めに帰ってはきたんですけど、これから編集したりとか、まあ今日撮った動画編集したりとかって感じですかね。はい、ということで僕の休日 Vlog でした。とこんな感じで休みの日はね結構予定バーって入れて、今日もジム、美容院、買い物、カフェとかその辺いろいろガーって詰め込んだ感じで、まあ夜とかはね特にもう何も空いてないしやってないんで、今日は早めの帰宅でここから編集して、まあちょっと時間あればApexとかしようかなと思ってます。はい、ということで僕の休日 Vlog はこんな感じっすね。今度はねローズとかコータの休日 Vlog とかも、まあ、また撮ると思うので、そっちも楽しみにしといてください。はい、ということで最後まで見てくださいありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。